皆さんどうもこんにちは、ドットコムドットコムです。デッドリレース縛りプレイパート18になります。ですね、一つお知らせがあります。積みました。いや、ほんとマジで。マジで積んだもん。本当に積みました。ガルード社で最後ボス戦があるんですけど、予想通りあのボスで積みました。とりあえずですね、セーブデータ、ちょっと一度すべて移して、またハンゲルの森入ったところから始めたと思うんですけれども、で、正直、自分一応やってみて、回復アイテムなどを最大限持った場合で、果たしてうまくいけるかどうかやったんですけれども、やっぱりどうしても無理です。できません、あれは。なので、今後ですけれども、そのガルード社のボスを攻略できなかったらもう、その時点で縛りを段階的に解放していきたいと思います。とりあえずですね、現時点で考えている縛り解放ですけれども、まず第一段階目として、装備を、の縛りを解放します。で、次に解放するのが、なんだっけ。あれ？何解放するんだっけ？あ、二段階目が、強化アイテムですかね。これの縛りも解放していきたいと思います。ちょっとこの後に関しては、まだ検討中なので、現時点では、装備縛りと、あと、強化アイテムの縛りを段階的に解放していきたいと思います。じゃあ、早速いきます。さあ、とりあえずここからスタートですけれども、装備を縛らなくしたので、この二つを、早速身につけていきます。ヒーフ博士はつけてないのか。じゃあいいや。じゃあこの段階でちょっと一旦セーブして、ここから始めたいと思います。この辺でちょっとうろついとくか。とりあえず目標としてはコールがレベル10ですかね。ただ、装備つけたので、前よりは楽になるんじゃないかなとは考えてます。では、しょっぱな赤ゴキですか。赤ゴキだっけ？茶ゴキだっけ？赤ゴキか。あ、見えた。リフレッシャーか。リフレッシャーは嬉しいか。これは。でも、リフレッシャーなんやかんやで使いどころにちょっと困ったりはする。何に対して使うかで悩むかもしれない。オッケー！クマが2体。しょっぱな、しょっぱなクマ2体は辛いかな。あ、でも大丈夫か。次4体出たらまずいな、これは絶対。困ったな。プリン使おうか。プリン使う、バーベキューセットを使うぐらいならもうちょっと粘った方がまだあるけど、それだとリスキーなので、やりません。エノムフライ、これは逃げる。毒が来なかった。うえぇ、クリティカル。でも、装備つけたことでちょっと順調にはなったのかな。クマ一匹。いや、なんだっけ。装備品1個落とすけど、クマは。お、いきなり落としたね。レザーグリップ。レザーグリップは、あ、オッケーか。
まあ、一応ね、趣旨としては、メインの趣旨としては、やっぱり、竜族縛りがメインなので、なので、ヒーグ博士は絶対入れないという、今、譲りたくないです。やーい!この点は譲りたくないんですけどね。4レベルアップ武器に続くゲット。なんやかんやで、まあ、問題はなさそうですけどね。ただ、ちょっと回復の余地が増えてくるのはありがたいかな。まあ、メインが竜族姉妹なので、まあ、キャラクターに関してはもう縛りは絶対回復もしないんですけどね。4匹セット。痛い。いやあ。とりあえず、今後ですね。目の縛りを解放していくかになっていくんですけれども、状況によっては、ただ、解放する縛りによっては、なんだろう。縛りを解放しちゃうと、途端になんか縛りプレイの意味がなくなっちゃうようなものもいくつか出てくるんですよね。ここはバーベキューお使い時だな。何が該当するかっていうと、攻撃アイテムと、あと、カードと、あとはスキルですかね。だからこの3つに関しては基本的に、1、2、3、OK。基本的には外した、なんだろう、縛りはずっとつけていきたいかなと考えてますけどね。今レベルアップ。あと、買い物ですかね。なので、あと、回復ポイントの、なんだろう、クリスタルでの回復もできれば解放したくない縛りではあります。寝ちゃったか、これは食らうかな。1、2の3ルートに。オーソウルって初めて見たんだけどな。本編っていうか2年前でも出てきませんでしたからね。入ってもアイテムがなんか集まんないな、全然。とりあえず、なんだ。バーベキューが1個減ってる状態にはなってますけど、今。物の4匹セットか。ああ。あの、ピオのね、魔法攻撃が強いんですよね。それが怖い、やっぱり。なんかアイテム落とさないな、今回ね。不調かな。でも、レベルは一応、順調に上がってますけどね。いやあ。ちょっと待って。ヒューガーがさ、今いつだっけ、レベル 6?6 だからもうちょいか。もうちょい時間かかりますね。1個か。